으흑. 悩みがあったら風に言うといい。バルバトス様は答えてくれるよ。何かすごいことを聞いたみたいね。Thank you.
風だ。
風だ。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
士団の仲間たちも今じゃ忙しくて首が回らないんだ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしくな。わからなかったら、またガイアに聞いてみようぜ。
となしく仕上がれ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？これ。これ。これ。風だ。
ビリビリさせないとね。おとなしくしやがれ。これ。この心臓はあの怪物の影響を受けてるみたいだな。そいつを倒せば心臓を取り巻く風潮を払えるんじゃないか。ビリビリさせないとね。
お前もサボることが。あるんだな。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。これ。こいつはどうだ？頼んだわよ。ういった誰？こいつはどうだ？
おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。やっ！って！
ないわよ。はっ、それ。これ。これ。おとなしくしやがる。これで謎はすべて解けたぜ。大変だったな。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、報告なんていらないと思うな。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた宝刀団とかいうやつらにな。おいらはただその噂の剣をこの手に。でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。そんな乱暴はやめて。しびれなさい。逃がさないわよ。おとなしくしやがって。
すまんすまん。もう逃げ道はないよ。入れなさい。はっ、それ。はっ、はっ。しびれなさい。逃がさないわよ。おとなしくしやがれ。これ。おとなしくしやがれ。これ。こいつはどうだ。どれ、しびれなさい。どれ。これ。
ルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。大丈夫だから、さっさと行こう。お宝が待ってるぜ。
こいつはどうだ。こいつはどうだ。必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。情報屋か。やつらどいつもこいつもルールルールで肝の小さいやつらだよ。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内ごく。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ。ふん、でもオイラは諦めないぜ。おい、見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくれてはずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと？うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝。悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん、おとなしくお縄につきな。はい。お宝が今、お宝がないって言った。やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをして。おい、騎士、何とかしろ。俺を殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、分かった。ちゃんと罪を認めるから早く助けてくれ。交渉成立。はあ、少し乱動するか。こいつはどうだ。逃がさないわよ。すまんすまん。うわっ、うわっ。おとなしくしやがれ。逃がさないわよ。
びれなさい。ソニビリビリさせない。逃がさないわよ。これ。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか騎士団。冗談だよ。さてこいつを。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に放蕩団を捕まえられたんだからな。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ。分かった分かった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。よし、もう行こう。こんなやつ、もう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この剣は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。名前の通り光と勝利を象徴する剣だ。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だって言うなら分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。そういえばお前たち、自力で謎を解いてよくここまでたどり着いたな。
あの手がかりもお前が仕込んだのか？そうだ。でもあの曖昧なヒントじゃお前たちにはちと厳しいと思っていた。だからいつでも解説する準備ができていたっていうのに。まあ今回の件で唯一俺の予想外だったことだ。ひひん、あんなの大したことなかったぜ。何はともあれ、お前たちの知恵を認めよう。知恵は嘘をつかないからな。知恵を使って人を騙すやつもいるけどな。楽しい一日だったよ。それじゃ、俺は帰って奴ら。今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。これ。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて首が回らないんだ。旅人、探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。
名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え、彼もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。にひ、じゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね、責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でも、うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか。とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえずよ。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南ってこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行こう。こいつはどうだ。